ベラルーシ侵攻1942ナチスの罠。1942年ドイツ軍の侵攻が続くソ連ベラルーシ。戦火を避け疎開しようとする子供たちは不幸にもドイツ側占領地へ立ち入ってしまう。ドイツ軍は行き場を失った子供たちを利用し抵抗するパルチザンの殲滅を計画。対するパルチザン側も相手の裏をかく極秘任務を遂行していた。ナチスの占領が進む中、徹底抗戦で立ち向かうソ連軍とパルチザンの激烈な攻防戦を描く戦争大作。ベラルーシ侵攻1942ナチスの罠。